大石宿は日本の社会事業家。北海道札幌市で初めての保育所である札幌保育園の設立者。北海道の保育事業の先駆けとされる。1880年、岩手県八幡村に誕生した。北海道岩内へ移転後、岩手県森岡出身の男性と結婚し、三女一男の子宝に恵まれたが、結婚から10年後の1908年に、 夫が35歳の若さで病死した。スクは4人の子供の教育環境や生活環境を整えるため、1916年、当時繁栄していた土地として、クッチャン町へ移転した。クッチャンでは、妻たちは家族の衣類を作るために和裁を習うことが常であり、スクは和裁に長けていたこともあって、近隣の女性たちに和裁を教え、生活費を捻出した。この場は、 大石塾、大石裁縫塾、大石裁縫教授所などと呼ばれた。スクはこの塾の女性たちとの交流を通じて、子育ての大変さ、仕事を持ちながら家事をこなすことの大変さ、女性に対する社会からの偏見や差別などを知った。クッチャ大石裁縫教授所どころ、前列右から四番目が、大石スク。九百十八年三月、クッチャでは、 同時期に女学校混流の機運が高まっていた。つくも小さいながらも裁縫塾を営む身であり、女性の自立を助けるべく、近隣にあった女学校を訪ねるなどして、学校経営の勉強を始めた。実際には、建物建設の費用など金銭面、人員の確保など問題は多かったが、つくは女性のために、との強い思いを抱いていた。1920年、 裁縫塾を発展させて、スク年間のくッチャン裁縫学校が設立された。この同時期、スクの長男である岳氏が札幌郡の中学で寄宿生活を始めたが、彼は幼少時より病弱で虚弱体質で何度も体調を崩した。スクは連絡を受けるたびに片道2時間をかけて札幌を訪れた。 やがて子供を一人で札幌へ置いてはいけないと考え始めたが、裁縫学校の授業を放置することもできず、自分のできることを自問自答し始めた。当時の札幌には生活のために農業などで働く女性が多かったが、そうした女性たちが働いている間に子供を安心して預けられる場所は少なかった。夫を失った後に女で一つで子供たちを育てたスクは。 彼女らの辛さを痛感した。札幌へ通うたびに目にしていた貧しい人々、侍部落の存在も子育てに関するスクの思いを強くした。こうしてスクは札幌で保育事業を始めるとの結論に至った。日本赤十字社の主催による児童養護講習会を受講し、賛同者や協力者を集めて資金を募るなど準備を進めた。 保育所としての建物は、少しでも安価な物件をと探していた末に、札幌南一条に、夜な夜な幽霊が現れると噂されて、お化け屋敷の通称で呼ばれる建物があり、そこを無料で借りられることになった。この建物のある豊平町は、社会運動家の香川とよひこが、日本中で一番の貧困街と称したほどの土屋街で、あった。札幌保育園開園当時、右端がすく、 左端が四女の太鼓。1922年11月頃。1922年11月4日、待望の札幌保育園が開園した。開園式は当時の札幌の有力者たちも集い、盛大に行われた。当時の新聞の取材に対し、スクは以下の通り述べた。園児の中には随分不幸な子供もいます。そういう境遇が、 子供の将来を運命づけるようなことを見聞きするたびに私はどうにかしてせめて自分自身の周囲の子供だけでも素直に育ててあげたいと思います。これまで経済的に自立していなかった婦人が子供のため思うように活動できない方もおありだろうと思います。そうした方々に心置きなく働いてもらいたいと思いまして小さいながらも託児事業を始めたわけでございます。 大石スク、STB ラジオ2000に P300 より引用なおくっちゃん裁縫学校の校長職は、この時点では校長職にスクの名を止めたままであり、翌1923年にスクが正式に校長職を辞任した。保育料はミルク代以外は無料とし、スクは無料で子供を預かりますとの張り紙を街中に貼った。ミルク代のみで、 子供の世話を見てくれるあって、父親が刑務所に服役中、芸者の施生児、母親が病気など、血のみ子を含めて様々な事情での約10人の子供を預かり、保育事業が始められた。当時のほぼは、スクの他は4女の太鼓だけだった。保育園は、経営難に伴って何度も移転を余儀なくされた。スクはその度に関係者を回り、保育事業の重要性を訴えた。 札幌市内を奔走するスクに代わり、保育はもっぱら太鼓が担当した。札幌保育園、二度目の移転後の園内の様子。1924年、1923年3月、より貧民街に近い豊平町に城へ移転した。同1923年8月には、豊平町八番地に借りた建物に移転し、約30人の子供を預かった。この頃には、 保育事業を支援する人々も徐々に現れ始めて、講演会も結成された。北海道庁長官である、時下平も、つくが感謝を訪れて、支援を求めたことで、理解を示し、時の妻も、個人的に協力を約束した。社会事業家の小池91も、札幌保育園の開園に同席しており、つくの協力者の一人であった。豊平町への移転後には、 託児料は1日2銭、1ヶ月50銭と定められた。親たちは2000学校と呼び、子供たちに1000校か2枚を握らせて通わせていた。しかし、三女会員制であり、保育料を入れる木箱に、ある時払いのある人払いと、貼り紙があり、集金は困難を極めた。金の余裕がなく、保育料の代わりに、大根1本を置いていく母親もいた。そればかりか、 親たちは次第に米を貸してくれ、塩を貸してくれ、あげくには金を貸してくれと訴えた。スクは生活の苦しい人々の中で働くことを望んでいたため、保育所が経営なんでもそうした訴えに対して喜んで米や塩を貸していた。返却のあてがなかったが、スクは常に貧しい子供たちの隣人でありたい、働く女性のためになりたい、本当に、 自分のやりたいこと、自分にしかできないことはこれだとの持論を曲げることはなかった。札幌保育園、3度目の移転後の園舎。1924年。やがて園児の増加に伴い、園舎の新築が計画された。つくの尽力の末に、札幌市内の銀行、印刷業、経済人、学校などの協力が得られた。さらに、古谷聖菓の創業者である。 古谷達志郎の行為により、豊平六条の生花工場の倉庫を無料で借り受けることができ、1924年8月、新園舎が完成した。時貨幣夫妻、小池91、古谷達志郎のような協力者が増えたにもかかわらず、保育園の経営難は相変わらずであった。労働時間の長さ、仕事の過酷さなどの問題もあった。託児を、 朝7時から18時と定めても、友稼ぎの夫婦が多く、スクや家族が寝ている朝4時頃に、子供が置かれることもあった。スクたちはやむなく、玄関に鍵をかけずに開放しておき、子供を預かって、また一緒に寝床についていた。夜の20時や21時になっても、親が子供を引き取りに来ないこともあった。文字通り、年中無休であり、 戦後の労働基準法から見れば想像もつかないような激務であった。それでもスクは、この仕事に自分が必要とされていること、自分が使命を全うしていること、子供を安全に育てられる環境ができたことに満足感を覚えていた。そして、この保育園をこの規模で維持し、もっと多くの子供たちや家族、そして働く女性の手助けをしていきたいとの思いを抱いていた。 四女の太鼓もまた、働いて子供の世話をして、それでいて楽しい。こんなにいい仕事はないと思っていますと語っていた。当時の北海道職員の一人は、100人以上の園児が賑やかに過ごす様子、つくが園児たちを優しく指導していた様子を、一家のように語った。私たちがあちらこちらの、こうしたいたずら森の子供たちを預かっている場所に、視察に行くと、子供たちは、 おずおずして、ちっとも子供らしい無邪気さが見えないのに、この保育園だけはいつ来てみても本当の子供の国に来たような明るい感じを抱かされる。STB ラジオ2000にピアニッシも322から323より引用スクは生涯を保育事業に捧げていたが、その激務は確実に彼女の体を蝕しんでいた。 新園者が完成したばかりの1924年12月20日、つくは体調不良を訴えて北海道大学附属病院に入院した。検査の結果は子宮がんであり入退院と手術を繰り返すみとなった。入院中には1000人の担当者がつくなど特別の配慮がなされた。翌1925年5月12日、6回目の手術は 腹部切開の大手術であった。スクは、運搬台の上から元気に、皆さん、私は、手術を受けて、すっかり治ってきますと周囲に告げたが、結果的には、これが、最後の言葉となった。同日の手術中、スクは45歳で死去した。麻酔中に死去したため、何の苦痛も感じられない、眠るような最後だったと伝えられる。スクは、入退院と手術のたびに、 自分は回復すると信じて疑うことはなかったというが、四女の太鼓の証言によれば、最初の入院の時に私は帰らないかもしれないから、あとはしっかりやってと後を託されたという。この前日の同1925年5月11日には、豊平町の家屋500個を焼き尽くす大火災が起きており、翌12日も火災後の煙があちこちに残る状態だったが、 くしくも、札幌保育園だけは、炎症を免れており、津久の遺体は保育園へと運ばれた。同1925年5月14日に、札幌保育園で、告別式が行われた。参列者の中には、札幌の内務部長、市所役、市議といった、当時の有力者たちの姿もあった。四女の太鼓の証言によれば、津久は40歳に近づいた頃、家族で、 クッチャンのカトリック教会に通い始めて、同教会の神父の教えを学んでいた。キリスト教プロテスタントの慈善団体である、救世軍の教会に通っていたとの説もある。死去の前夜には、スクは、タエコと共に賛美歌を歌ったという。スクは夫を失った後の生き方を模索して教会へ通ったものと見られ、キリスト教から大きな影響を受けて、 それまでの生活では得ることのできなかった新たな思想、人間観、女性観を学び、保育事業へとつながる思想の基礎が形成されたものとも推察されている。ただし、キリスト教徒としての洗礼を受けることは最後までなかった。保育事業を始めた頃は、スクは40歳を過ぎたばかりで女盛りと言えたが、美貌を隠すかのように、 当時の男性同様の原独袖と袴姿で振る舞っていた。しかも裾が切れているような袴であった。知人の女性たちが見るに見かねて着物や新品の袴をスクに譲ってもスクはそれを自分では着ないで皆川沿いの貧乏な人々に配ってしまっていた。それまでに内心事業を始めようとしていたこともあり周囲から気がおかしくなったと噂され赤とも言われた。 また、スクが、市役所や道庁に、施設社会事業への助成を陳情しても、役所が重い腰を上げず、そうした行政を批判したため、誰からともなく、危険思想家とも呼ばれた。1976年に、札幌保育園の改築のため、老朽化した園舎を解体した際に、創設当初の資料や、古い保育の記録など、日常生活の記録が処分された。加えて、スクが 保育事業に取り組んだ期間が約3年間と非常に短いこともあって、保育園創設者としてのスクを記録した第一次資料はほとんど残されておらず、スクの人物像の解析は困難な状態に至っている。大石スクの家族、右より、スク、長男の武志、長女、四女の太子、夫、次女。1908年、スクの長女と次女は結婚して別居し、 保育事業には携わっていない。三女は誕生の2ヶ月後に創生した。日出の後の延長職は、岳と日出の長男である、大石徹の妻の和江が4代目、徹が5代目、徹の死去の後に、和江が6代目を継いだ。2020年に、徹と和江の娘で、つくの彦にあたる、大石文が7代目の延長に就任して、令和紀以降に至る。ありがとうございます。